つまみ批判で荒稼ぎをする、会社が判明する。マジで笑えん。記事の影響力。夕刊フジの最も読まれた記事が発表された。1位から3位までが全て中日の米騒動関係であり、デマ記事で購読数の大半を獲得していたことが判明した。中日ファンは、この結果を見て怒りを通り越し、失笑して呆れ果てた反応を見せている。ガチで笑えんわ。立浪のフェイクニュース作って金稼いでるんか。これ事務所に書き込み入れても誰も文句言わんやろ。あつしは何してんねん。中日の影響力が大きすぎてデマ記事が出回るんよ。弱くてこれだから、強くなったらやばいだろうな。立浪、こんにちは、おバカさん。柳と大野はブチギレやろな。正直、米騒動ネタが判明した時は、ほぼ全ての中日ファンがこれを信じていた。マジで反省しないかん。ごめんね、立浪さん。弱いからデマ記事が出るんよ。勝てば変わる。これはさすがにあかんすよ。ドラドラ情報局は、中日の現地情報や有益な情報を発信中です。チャンネル登録、高評価コメント、待ってます。